ケンタッキー州はアメリカ合衆国中東部にある州である。州とはフランクフォートで最大都市はルイビルである。アメリカ合衆国50州の中で陸地面積では第37位、人口では第26位である。元はバージニア州の一部だった。1792年にアメリカ合衆国15番目の州に昇格した。他の主要な都市に 歴ントンがある。また、オハイオ州の大都市、シンシナティの大都市圏の一部は、ケンタッキー州北部にまたがっており、北ケンタッキー地域と呼ばれる。州名、ケンタッキーの由来は定かでないが、同州に先住する、チェロキー族インディアンの、クライチマミレの大地、または、イロコイ族のイロコイ諸語で、平原を指す言葉であるという説などがある。 同州ではもっぱら後者の解釈が指示されている。前者の解釈では、現在ケンタッキー州となっている地域で狩猟を行っていたインディアンが、この地域をカトーバあるいはそれに類似した名称で呼んでいたことは、一般に認められている。ケンタッキー州ブルーブックによれば、チェロキー族の若き州長、ドラッキングカヌーが、先祖伝来の領場を売却することに反対し、白人に対して、 暗くちぐられた土地を買おうとしていると警告した。後者の解釈では、色恋族の言葉で、州中部のサバンナにあるバッファローの両場を指している。色恋族、ハウデノソーニーに属する者たちは、昔から現在のニューヨーク州とペンシルベニア州に住んでいた。彼らは、オハイオ川の領域に侵入し、両場を広く支配するために他部族を追い出した。 ヨーロッパ系アメリカ人がこの地域に入ってくるずっと、以前、バッファローの量に加えて、フランス人やイギリス人と怪我を取引するために、ビーバーの罠漁を行っていた。ケンタッキー州は、ブルーグラスの州というニックネームがある。これは、土壌が肥沃だったので、牧草地の多くにブルーグラス見られたことに基づいている。エイブラハムリンカーン記念館内部に成果が、 復元されている現在ケンタッキー州となっている地域では特に水路に沿った土地や野生生物を狩猟できる領域で遅くとも紀元前1000年から紀元後1650年頃まで様々なインディアンによる文化が移り変わってきたこの地域にはアメリカバイソンがうろついていた18世紀半ばにヨーロッパ人や植民地人の探検家や開拓者が大勢で入ってきた時までに インディアンによる大きな定住地はなくなっていた。イロコイ族は現在のニューヨーク州を本拠にし、狩猟の場所としてオハイオガー流域の大半を支配していた。北西から小児族が南からチェロキー族が狩猟のために定期的にこの地域に一体のものを送り込んでいた。多くの開拓者が入ってくるようになると、インディアンは開拓者たちが、 自分の昔からの資料上に入り込んでいると考えたために戦争が持ち上がった。今日、ケンタッキー州にいる南部チェロキー族は州政府が認定した部族だが連邦政府が認定したチェロキー族の三部族は州政府の認めた部族がチェロキー族だと主張することの信憑性をだかに難じている。アメリカ合衆国政府が七百九十年に作成した 報告書によれば、アメリカ独立戦争の終戦後、ケンタッキー州でインディアンの襲撃により、1500人の開拓者が殺されたとされていた。そのような州内への襲撃を止めさせるために、1786年、ジョージ・ロジャース・クラークが長母した1200名の兵士を率いて遠征を行い、オバシ川沿いの小人族の集落に向かった。これが、 北西インディアン戦争と呼ばれるものの最初期の動きになった。アメリカ独立戦争後、バージニア州の中でアパラチア山脈の向こう側にある軍部はケンタッキー軍と呼ばれるようになった。ケンタッキー軍の住人はバージニア州からの分離を請願した。1784年から1792年の間にダンビルの憲法広場庁舎で10回の憲法制定会議が開催された。 1790年、ケンタッキーの代議員団がバージニア州の分離条件を受け入れ、1792年4月の最終会議で州憲法案が起草された。同年6月1日、ケンタッキーが合衆国15番目の州に昇格した。バージニア出身の大役士官、アイザック・シェルビーが初代州知事に選出された。 ルイビル市にあるアメリカ合衆国海兵隊病院、ワシントン記念等の設計を担当した建築家、ロバート・モリスが設計、南北戦争前の病院として、国内では保存状態の良いものとみなされている、ケンタッキー州中央部の、いわゆるブルーグラス地域は、農園所有者がタバコと麻を栽培したので、奴隷制度の中心地となり、また良質な家畜の産地にもなった。 ケンタッキー州の奴隷所有者は過剰になった奴隷を新南部に売り始めた。ルイビル氏が奴隷市場の中心地となり、川を下って運ばれる奴隷の出発港になった。南北戦争の時、ケンタッキー州は境界州の一つとなった。ケンタッキー州はアメリカ合衆国から脱退しなかったと言われることも多いが、いくつかの軍代表がラッセルビルに集まり、それを ケンタッキー州人民の会議と呼び、1861年11月20日に、脱退条例を可決した。彼らは、アメリカ連合国ケンタッキー州政府を樹立し、ボーリンググリーンを州都にした。アメリカ連合国戦闘機で、ケンタッキー州は中央の星で表されているが、ラッセルビル会議は、州民の多数派を代表していなかった。民の多くが、北軍の同調者だったので、 ケンタッキー州は戦争を通じて中立に止まった。戦中に南軍を支持した領を超えることになった失われた大義の復活では当時の人々の中にアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスの誕生日6月3日を南軍記念日として祝い南軍の再現に参加する者がいた。フランクフォート市にあるウィリアム・ゴーベルの彫像を20世紀初期に 時計団の動きから、ブラックパッチタバコ戦争が起こった。タバコ産業が独占された結果として、タバコ農家は低価格でタバコ場を売らざるを得なくなった。地元農家や活動家が結束し、タバコ会社にタバコ場を売ることを拒んだ。時計団組織であるナイトライダーズが、タバコ会社の言いなりになって、低価格でタバコ場を販売した農夫を襲った。ホプキンスビルやプリンストンなどでは、 タバコ倉庫が焼かれた。その活動の後期に入ると、ボイコットを破るノをフに暴行を加えるようになった。州知事が戒厳令を宣言し、州民兵隊を動員して、ブラックパッチタバコ戦争と呼ばれたこの紛争を終わらせた。1900年1月30日、州知事ウィリアム・ゴーベルは、二人のボディガードに伴われ、フランクフォート市中心街の集会駅自動に歩いていく、時に、 暗殺者に撃たれて致命傷を負った。ゴーベルは1899年の知事選挙に出馬していた。その選挙では当初ウィリアム・エス・テーラーが当選したと見られていた。ゴーベルの副知事候補である JCW ・ベッカムとテイラーが数ヶ月の間誰が合法の知事であるかについて争い、5月に出たアメリカが州国最高裁判所判決ではベッカムが勝訴した。 テイラーは、インディアナ州に逃げた後、ゴーベル暗殺の共同防御者として起訴された。ゴーベルは在任中に暗殺された、アメリカ合衆国唯一の州知事となっている。参照、ケンタッキー州の軍一乱狭い軍道、石垣と板の塀で仕切られている。ブルーグラス地域でよく見られる、牧草州とも呼ばれる、ケンタッキー州は、アップランドサウスに入っているとみなされている。 稀に中西部に含まれるとされることもある。アメリカが州国南東部と隣接している。州東部のかなりの領域はアパラチア山脈に入っている。ケンタッキー州は7つの州に接している。東部でウエストバージニア州及びバージニア州、南部でテネシー州、西部でミズーリ州、北部でイリノイ州、インディアナ州、並びにオハイオ州と接している。 州の北部境界はオハイオ川によって形成され、西部境界はミシシッピ川によって形成されている。公式の宗教は1792年にケンタッキー州が昇格した時の川の流路で決められている。その後いくつかの場所で川が流れを変えており、例えばヘンダーソンからアメリカ国道41号線で北に向かうとオハイオ川を渡った後も、 約2マイルはケンタッキー州内である。サラブレッドのレース場であるエリスパークがケンタッキー州のこの小さな地にある。インディアナ州との宗教では水道用道路が唯一の陸の境となっている。ケンタッキー州は他の州により囲まれた飛び地を持つ唯一のアメリカ合衆国の州である。ケンタッキー州の再生部隅にあるフルトン郡には1812年の ニューマドリード地震により、ミシシッピ川の流れが変わって形成された、ケンタッキーベンドと呼ばれる小さな飛び地があり、ミズーリ州とはミシシッピ川を挟んで、また、テネシー州とは陸続きで隣接している。ケンタッキー州図ケンタッキー州の地域、区分図ケンタッキー州は、主に5つの地域に分けることができる、南東部のカンバーランド山地とカンバーランド高原の地域、北部から、 中央部にかけてのブルーグラス地域、南部から中央部並びに西部のペニーロイアル高原地域、またエリザベスタウン及びボーリンググリーンのような都市をペニーライルと表現する西部単元地域、及び最西部のジャクソン購入地域である。ブルーグラス地域は一般に2つの地域に区分される。インナーブルーグラスは歴ントン市周辺の直径90マイルの地域であり、 アウターブルーグラスは、ナブスより上、ケンタッキー州北部の大部分を包含する地域である。アウターブルーグラスの多くは短く、急勾配で大変狭い丘でできているイーデンシェール、ヒルズ地域内にある。渦は蒸気地域を大まかに表すものであり、その境界線は群境を基本にしている。その結果、インナーブルーグラスは実際より大きく見える。カンバーランド高原は、 やや小さく見える。カンバーランド高原は、ケンタッキー州では、東部丹田地帯とも呼ばれている。この地域は、丹田ではないが、多くの重複する地域と、連続した丹田がある。西部丹田地域は、入りの遺盆地に入っている。東部丹田地帯は、その岩がちの地形で知られる、インナーブルーグラス、数多くの馬牧場がある、ジャクソン購入地域とペニーライル地域西部には、 沼杉とテューペロの湿地がある。ケンタッキー州は北アメリカ大陸の南東内陸部に位置し、温暖湿潤気候に区分するのが一番当てはまる。夏の日間平均最高気温は下肢87度。冬の日間平均最低気温は下肢23度になる。年間平均降水量は46インチである。ケンタッキー州には四季があるが、夏と冬の厳しさについては大きな変化がある。 過去最高気温は1930年7月28日にグリーンズバーグで記録された歌詞114度だった。過去最低気温は1994年1月19日にシェルビービルで記録された歌詞37度だった。これまでの大きな自然災害には火氷のようなものがあった。カンバーランド湖はその保水量でミシシッピ川より東では 最大の人工湖である州内の全長9万マイルに及ぶ河川はアメリカ国内でも最も広範で入り組んだ水流体系を作り上げている。カンバーランド湖はその保水量でミシシッピ川より東では最大の人工湖であり、ケンタッキー湖は表面積で最大である。三方向の宗教が川になっているのも国内唯一の州である。すなわち西がミシシッピ川。 北がオハイオ川、東がビッグサンディ川とタグフォークである。他の主要な川としては、ケンタッキー川、テネシー川、カンバーランド川、グリーン川、およびリッキング川がある。自然湖の大きなものは3つしかないが、人工湖の数は多い。アラスカ州を除けば、航行できる水路の長さでも一番である。ルイビルの産業廃棄物埋め立て地であったところが、現在は、 多くの樹木や、歩道のあるウォーターフロントに生まれ変わっている、ケンタッキー州には広範な公園体系があり、国立公園1カ所、国立レクリエーション地域2カ所、国立歴史公園2カ所、国有林2カ所、国立野生生物保護区2カ所、州立公園45カ所、広さ37,696エーカーの州、有林、野生生物管理地域82カ所がある。 ケンタッキー州はアメリカ合衆国の歴史でも野生生物を再導入する計画で最も成果を上げた2州の一つだった。1997年冬、ケンタッキー州魚類野生生物資源省が東部軍で150年間も絶滅していたエルクの補充を始めた。2009年時点で生態数は目標としていた1万頭に達しており、ミシシッピ川伊イでは最大になった。 1950年代には野生七面鳥の再生も始めていた。一度は絶滅していた七面鳥が東部州のどこよりも大きな生態数となった。2009年春の23日間で漁師が29,006羽を観測した。レッド川峡谷、観光客の数が多い場所の一つ、ケンタッキー州の 人口密度図アメリカ合衆国国勢調査局による2011年7月1日時点での推計では、州人口は436万9356人、2010年国勢調査時点より0.69%の増加となった。2006年7月1日、ケンタッキー州の人口は420万6074人と推計され、 前年より33,466人、2000年からでは164,586人増加した。これには2000年の国勢調査からの自然増77,156人と、州内への移住者による59,604人の増加が含まれている。アメリカ合衆国外からの移住は27,435人であり、 合衆国内からの移住者は32,169人である。2004年時点でケンタッキー州の人口には約9万5,000人の外国生まれが含まれている。州全体の人口密度は101.7人平方マイルとなっている。ケンタッキー州の人口は国勢調査が始められて以来の10年ごとに毎回増加してきた。 しかし20世紀の大半では州外への人口移動が起こっている。1900年以降、州内軍部では100万人以上が減少し、都市部ではいくらか増加してきた。2000年国勢調査でのケンタッキー州の人口重心はワシントン郡のウィリスバーグ市となっている。2010年に州内で申告された祖先による人口構成比は以下の通りだった。 人口の多いジェファーソン軍、オールダム軍、ファイエット軍、ブーン軍、ケントン軍、キャンベル軍では、ドイツ系アメリカ人が最大構成要素となっている。スコットランド・アイルランド系アメリカ人やイギリス系アメリカ人は、州全体に分布している。スコットランド・アイルランド系という区分があるので、アイルランド系と申告したものが多い。州南部には19世紀初期に多人種の、 開拓者集団が入っており、メランジャンと呼ばれることがある。理事トップ小児族などの集団が21世紀初期に、非エリ団体を組織し、州内のインディアン子孫の意識公用を図っている。2000年国勢調査で、州内にインディアンと識別される人口は2万人いた。2011年6月、チェロキー族のジェリーにフェザー・ソーントンが、2011年インディアン意識の旅と呼ぶ。 カヌー移動の集団を引き、ケンタッキー州ロチェスターのグリーン川を出発点に、オハイオ川を通ってヘンダーソンまで旅した。アフリカ系アメリカ人は、南北戦争以前に主に、ブルーグラス地域に多く、州人口の4分の1に上っていたが、20世紀に減少し、その多くはグレートマイグレーションの中で北部の工業都市に移転した。教習内にいる、 アフリカ系アメリカ人の44.2%はジェファーソン軍に52%はルイビル大都市圏に住んでいる。ジェファーソン軍の人口構成比では20%である。その他の集中部としてクリスチャン軍やフルトン軍があり、パドゥーカ市、ブルーグラス地域、レキシントン市も多い。最南東部の石炭工業町のいくつかには構成比で5%から10%のアフリカ系。 アメリカ人が住んでいる。2010年の国勢調査によると、この州の人種的な人口構成は次の通りだった。歴史新東神学校、1904年宗教的に、ケンタッキー州民の多くはプロテスタントである。この州の会派別進行の状況は次の通りだった。今日のケンタッキー州にはいくつかの神学校がある。ルイビル市にある南部バプテスト神学校は、 南部バプテスト連盟の主要神学校である。同じく、ルイビルには、ルイビル長老派教会人学校もある。レキシントンには、ディサイプルス・オブ・クライスト系のレキシントン神学校と、バプテスト・ケンタッキー神学校がある。メソジスト系の多州派人学校であるワズベリー神。学校は、ウィルモアにある。これに加えて、宗教系の大学もいくつかある。 レキシントンのトランシルベニア大学はディサイプルス・オブ・クライスト系である。パイクビルのパイクビル大学は長老派教会系である。ルイビルにはカトリック系のベラーミン大学とスポルティング大学がある。オーエンズボロにはユナイテッド・メソジスト教会系のケンタッキー・ウェズレアン、カレッジとカトリック系のブレシア大学がある。ウィルモアには神学校とは別にアズベリー大学があり、 クリスチャンカレッジコンソーシアムの系列である。ウィリアムズバーグのカンバーランド大学、キャンベルスビルのキャンベル大学、ジョージタウンのジョージタウン大学、メイフィールドのミッドコンティネント大学はすべて南部バプティスト協議会とのつながりがある。ルイビルにはアメリカ長老派協会の本部と印刷所がある。ルイビルにはイスラム教徒とユダヤ教徒の数も多い。 同州西部のトランシルベニア入植地域はトランシルベニア土地会社によってチェロキー族から購入されていったマウンドヒルにあるインディアンの巨大墳墓、ガイツキルに残るインディアンの巨大墳墓ケンタッキー州一帯には戦死時代に築かれたインディアンの巨大墳墓群が各所に残っており大規模なものではグリーンアップ軍のビッグスサイトがよく知られるケンタッキー州にはチェロキー族 地下僧族、モソペレア族、小ー,ー族、ユチ族などのインディアン部族が定住し、農耕生活を営んでいた。また、イリニ族、マイアミ族、イロコイ族、デラウェア族なども狩猟遠征地としていた。白人入植者とインディアンたちとの土地をめぐる争いは、最大級のものとして、地下マウが戦争を落として同州にも及んだ。チェロキー族の自由軍史に州長は、 地下創族や小人族と連合し、入植政府と20年にわたる戦いを率いた。ケンタッキー州の西部分は18世紀にトランシルベニア土地会社によってチェロキー族から徐々に購入されトランシルベニア入植地域となっていった。1775年に白人の土地仲買い人たちがチェロキー族からトランシルベニア入植地域の土地を騙し取り、 トランシルベニア土地会社に売り飛ばした。この際に、ドラーギングカヌー州長は、土地の加害人たちに、お前らは公平に土地を買ったつもりだろうが、晴れたつもりのその土地の上には、雲がかかっている。そこに入植すればそこは暗くち塗られたものになるだろうと、警告した。この、暗い、ち塗られた土地とは彼らの言葉で、カインタックへ、すなわち、ケンタッキーの語源となったという説がある。 アンドリュー・ジャクソン大統領は、インディアンの民族浄化政策として1830年にインディアン移住法を制定し、この州のインディアン部族をオクラホマ州に強制移住させた。これを拒否して残ったインディアンたちのうち、現在、チェロキー族、小児族が部族再公認を要求しているが、アメリカ政府は彼らを絶滅部族として公式に承認しておらず、保留地を領有できないでいる。 現在、ケンタッキー州で営業されているインディアンカジノは一軒もない。2009年6月、同州のベスヒア知事は、競馬業界活性のため、競馬場にカジノを合法化し閉営させる計画を発表しており、状況次第では、部族カジノに道が開かれる可能性がある。ケンタッキー州の軍配地図、ルイビル市、人口最大の都市であり、 都市圏人口は130万人でキシントン市、州内第二の都市、都市圏人口は50万人、コビントン市、州北部で最大の都市ケンタッキー州は120の軍に分割されており、陸地面積で最大の軍はパイク軍である。人口最大の軍はジェファーソン軍であり、この軍はルイビルメトロの範囲に一致し、その人口は2010年で74万1096人だった。 軍政府は1891年、ケンタッキー州憲法に規定され、軍の行政府調として機能する軍執行役がおり、フィズカルコートと呼ばれる立法府がある。立法府には司法権がない。州内で人口の多い軍であるジェファーソン軍とファイエット軍は、最大の都市と軍が統合された形をとっている。ルイビル氏、ジェファーソン軍政府とレキシントン氏、 ファイエット都市型軍政府では、市政委員会と軍政委員会が一つに統合され、それぞれメトロメイヤー及びアーバンカウンティメイヤーと呼ばれる一人の市長が治めている。これらの軍は、州の小区分としての位置づけでは変わらないが、元の首都軍の全体を表すときには、それぞれルイビル及び歴ントンと呼ばれている。ケンタッキー州の最大都市及び成長の早い軍の多くは、 ほとんどブルーグラス地域内のゴールデントライアングルと呼ばれる地域に集中している。ただしペニーロイアル高原内のハーディングン、ミード群及びラルー郡は例外である。ルイビルメトロの人口は74万1096人であり、これはジェファーソン郡の人口である。国勢調査局の集計方法によりルイビル市人口は56万6503人となっている。 この数字は、ジェファーソン郡内にあって、2003年の統合以前に、未編入領域であるか、ルイビル市内に入っていた部分のものである。2010年時点で、ルイビル広域都市圏人口は145万1564人となっており、これには、ケンタッキー州内の106万1031人が含まれ、州人口の4分の1に相当する。2000年以降に増加した、 州人口のうち3分の1以上はこのルイビル広域都市圏のものである。さらに州内で豊かな場所上位28ケツがジェファーソン軍内にあり、120軍の中で豊かな軍15軍のうち7軍がルイビル広域都市圏内にある。州内第2の都市歴ントン市の人口は2010年時点で29万5803人であり、フランクフォート市及び、 リッチモンド市を含む広域都市圏全体の人口は68万7173人となっている。北部ケンタッキー地域は人口42万5483人を数える。これらルイビル、レキシントン及び北部ケンタッキーの大都市圏の人口は合計217万3687人で、州の総人口の50.1%に及ぶ。 ケンタッキー州内で成長が著しい都市部は、他に、ボーリンググリーン地域及びトライシティ地域の2つがある。トライシティ地域は、ケンタッキー州南東部のサマセット、ロンドン、及び、ビ便から構成される。トライシティの中で、サマセットだけが人口1万2千人を超えているが、この地域は1990年代以降に人口と就職機会が増加してきた。 特にローレル軍が急成長しており、レキシントン周辺のスコット軍とジェサミン軍、ルイビル周辺のシェルビー軍とネルソン軍のそれを上回っている。ローレル軍のロンドン市が2000年代に成長しており、2000年の5692人から2010年の7993人となった。市内には1997年にウォルマートの配送センターができており、 多くの就職機会を増やした。州北東部では、アシュランド大都市圏が交通、製造、医療の分野で重要な中心地となっている。鉄鋼と石油の生産、さらには、鉄道や橋家を使った石炭の輸送が昔から、地域経済の柱になってきた。製造業の衰退によって、1990年以降、アシュランドはかなり人口を減らした。しかしその後は、 医療サービス産業が大きな役割を果たすようになって安定してきた。ボイド軍やクリーナップ軍を含むアシュランド地域はウェストバージニア州とオハイオ州にまたがるハンティントン、アシュランド大都市圏に属している。2000年時点の都市圏人口は288,649人だった。このうち2万1000人以上がアシュランド地域に住んでいる。陸地面積で最大の軍は パイク軍であり、パイクビル市と郊外部のコールランビレッジがある。この軍と周辺地域は、小都市圏や大都市圏に指定されていない地域として、州内で最も人口の多い地域である。フロイド軍、マーティン軍、レッチャー軍及びウェストバージニア州の民語軍を加えた5軍で人口は20万人近くなる。パイク軍のみでは6万8000人をわずかに超えている。 州都フランクフォート市は25,527人と小型であり、アメリカ合衆国50州の州都で比較すると第47位である。ケンタッキー州は公式にコモンウェルスを州名につける国内4州の一つである。母体となったバージニア州がコモンウェルスを使っていたので、ケンタッキー州もつけることになった。この言葉に特別の意味はなく、人民の相対的福祉のために統治を行う。 場所として、イギリス領との違いを強調するために選ばれた。日本語では、他州と同じく州と訳す。コモンウェルスという言葉は、州昇格のために1786年から1792年に提出された市民の請願書で使われており、また1850年に採択されたケンタッキー州憲法にも使われた。さらには1834年に出版された州の 歴史書表題に使われ、その中でバージニア州とケンタッキー州に言及した多くの箇所で使われている。ケンタッキー州は、奇数年に州役人の選挙を行う国内5州の一つである。4年ごとのアメリカ合衆国大統領の選挙年の前年にケンタッキー州の選挙が行われる。最近の州知事選挙は2019年だった。 フランクフォート市にある州知事官邸行政府の長が州知事であり、州の長と政府の長を兼ねている。副知事は州知事の内閣に入っているかという事実によって行政権限を持たないことがある。現行憲法下では州知事が執務不可能となった場合のみに副知事が知事職に就く。知事と副知事は通常一つの組み合わせで選挙に出馬する。任期は4年間である。 現職知事は民主党のスティーブ・ベッシャー。憲法に規定される他の選挙で選ばれる役人としては、州務長官、検事総長、公会系監査官、州財務官、農務長官がいる。現州務長官は民主党員のアリソン・ランダーガングライムズである。検事総長は州の検事長、警察長官、法務官であり、現職は 民主党員で前知事の息子のアンディ・ベシャーである。ケンタッキー州会議児童、フランクフォート市ケンタッキー州の立法府は、両院制である。上院は、議員数38人であり、上院議長が裁量する。現在この職は空席である。前職の共和党員デイビッド・エル・ウィリアムズが、巡回裁判所判事に就任するために、上院議員を辞任したためである。下院は、議員数百人であり、 会議長が裁量する。現職は民主党員、グレックスタンボである。ケンタッキー州の司法府は、ケンタッキー州裁判所と呼ばれている。地区裁判所と呼ばれる権限制限付き裁判所、巡回裁判所と呼ばれる、一般司法権裁判所、薬物裁判所や、家庭裁判所のような特定目的裁判所、控訴裁判所と呼ばれる、中間審査裁判所、 および最終審である、ケンタッキー州最高裁判所で構成されている。裁判所の長は、州裁判所長官である。指名によって就任する、連邦裁判官とは異なり、ケンタッキー州の判事は州民による、無党派選挙で選ばれている。ケンタッキー州、選出アメリカ合衆国会議員選挙区図、ケンタッキー州選出の、アメリカ合衆国上院議員は、 上院院内総務のミッチ・マコーネルとランドポールであり、どちらも共和党員である。下院議員については、州内を6つの選挙区に分けている。2012年時点で、共和党員4人、民主党員2人を送り出している。司法関係は、連邦政府地区裁判所のケンタッキー州東地区と、西地区の2地区に分けられている。控訴案件は、オハイオ州シンシナティ市にある。 第六構想巡回裁判所で審問される。ケンタッキー州の法体系は1942年に法制化されたケンタッキー州改定州法があり、州法全体を体系化し、明確化するようにしてある。州法は、地方警察、保安官と副保安官、コンスタブルと呼ばれる警官とその副官によって、執行される。これらのものが、警察学校を修了していない場合は、 東ケンタッキー大学キャンパスにあるケンタッキー州刑事司法省訓練センターで訓練過程を完了することが求められている。さらに1948年、ケンタッキー州議会がケンタッキー州警察を創設し、その司法権が州全体に与えられた38番目の州となった。ケンタッキー州は凶悪な殺人事件について死刑を認めている36州の一つである。 1998年3月31日以降に死刑判決を受けた者は薬物注入によって必ず処刑されている。この日付以前の死刑判決を受けた者は電気椅子を選択できる。アメリカ合衆国最高裁判所が1876年にこの制度再度導入してから州内で刑を執行されたのは3人に過ぎない。 州内で最も注目された処刑は1936年8月14日にレーニー・ベセアに対して行われたものだった。ベセア割リシア・エドワーズに対する強姦と殺人の罪でオーエンズボロで公開の公式刑に処された。この刑執行が規則にないものだったことからアメリカ合衆国においては最後の公開処刑となった。公共資産において 10回を提示することに関する議論で、ケンタッキー州は最前線に立ってきた。2005年、マクリアリー軍隊ケンタッキー州米国自由、人権協会事件において、アメリカ合衆国最高裁判所は、第6高想巡回裁判所の判決を指示し、マクリアリー軍ウィットリー裁判所で10回を提示する、ことは違憲であると裁定した。同年後半に、リチャード・フィレット・サー・ハイン・リヒ判時は、 ケンタッキー州米国自由人権協会体、マーサー軍事件に関して、第6構想巡回裁判所に文書を送り、メイフラワー製薬、アメリカ独立宣言、10回、マグナカルタ、正常期、国のモットーを含め、マーサー軍庁舎に提示することができると記した。2008年の調査では、ケンタッキー州最高裁判所の判断は、 他州で追従されないので、最も影響力に乏しい最高裁判所だということになっている。ケンタッキー州は、特に周辺の州と比較して、政治家立候補者の年齢に関して異常なほど厳しい法を制定していることで知られている。その起源は不明であるが、コモンウェルスの伝統と関係があると言われている。政治に関する限り、ケンタッキー州は、昔から、 激戦州であり、いくらか民主党寄りであるが、ソリートサウスの中には決して入らなかった。2006年時点で、州内有権者の57.05%が民主党に登録し、36.55%が共和党に、6.39%がその他の政党に登録していた。このような事実があるにもかかわらず、連邦政府には共和党候補者を支持することが多い。 1964年から2004年のアメリカ合衆国大統領選挙では全国の当選者をケンタッキー州は選んできた。しかし2008年と2012年の選挙では共和党候補者を支持し当選者を占う州としての位置づけを失った。最近の民主党大統領候補者はすべて南部出身であり、ケンタッキー州も彼らを支持してきた。 1964年のリンドン・ビー・ジョンソン、1976年のジミー・カーダー、1992年と1996年のビル・クリントンである。大統領選挙になると共和党支持の傾向が強く、2000年から4回続けて2桁以上の支持率差をつけた。州やその下の地方レベルでは民主党が支配的である。アメリカ合衆国で、 最多販売者となったトヨタガムリケンタッキー州ジョージタウンで生産されたアメリカ合衆国で最多販売者となったトラックのフォード会シリーズルイビルで生産されたケンタッキー州の歴史の初期にはその農業に適した条件で認知されていたアメリカ合衆国では最初の商業的ワイン製造所ができた場所でありブルーグラス地域の土壌はカルシウムを豊富に含んでいたことから 馬の飼育で中心地となった。今日のケンタッキー州はヤギの生産で国内第5位、肉牛の生産で国内第8位、トウモロコシでは同第14位である。今日、ケンタッキー州の経済は非農業分野でも重要性を増し、特に自動車の製造、エネルギー燃料生産、医療設備が重要である。2010年時点で アメリカ合衆国で生産される電力の24%はパデューカ機体拡散プラントからの濃縮ウラン燃料棒、あるいは州内2つの単電で生産される107,336トンの石炭から得られている。自動車とトラックの組み立て完了数では国内第4位である。シボレエコルベット、キャデラック XLR、フォードエスケープ、フォードスーパーデューティートラック、 ォードエクスペディション、リンカーンナビゲーター、トヨタカムリ、トヨタアバロン、トヨタカムリソラーラ、トヨタベンザが州内で組み立てられている。2010年5月、床面積90万平方フィートと州内最大のオフィスビルである陸軍人的資源研究施設がフォートノックスでオープンした。ここでは4300人近い軍人と民間人を雇用している。 2010年の州内総生産高は1633億米ドルであり、国内第28位だった。一人当たりの収入は28,513米ドルであり、アメリカ合衆国内で43番目に位置する。2012年7月時点での失業率は8.3%だった。ケンタッキー州の農業生産品は馬、牛、タバコ、乳製品、豚、大豆。 およびトウモロコシである。産業生産品は輸送設備、化学製品、電気設備、機械、食品加工、タバコ製品、石炭であり、観光業も盛んである。ケンタッキー州に本拠地のある企業には以下のようなものがある。日本ではあまり知られていないが、欧米では有名なプリンター製造会社である、レックスマークの本社がレキシントンにある。 日本でも著名なバーボンウイスキーを製造しているメーカーズマークの本社が歴シントンにある。日本ではルイスビルスラッガーの故障でも知られる野球用バットのルイビルスラッガーブランドを展開するルイビルに本社を置くスポーツ用品メーカー。先日のルイビルスラッガーブランドのバットは電動入り選手の8割、現役メジャーリーガーの6割が使用しており、アメリカ最大手のバットブランドである。 日本のプロ野球選手では、長嶋茂雄や張本伊沢らが、同ブランドのバットを使用した。なお、日本では、ルイビルスラッガー社という表記も見られるが、ルイビルスラッガーはあくまでもヒラリックブラスビー社の、ブランド名の一つなので誤り。個人の所得税は2%から6%までの6段階、累進課税制である。消費税は6%である。 資産税は分類された体系に基づいて課税されている。憲法で免除されていない限り州によって課税されるが課税率は様々である。これら分類の多くは地方政府による課税からは外されている。地方税の対象となる分類の中で3つはケンタッキー州議会、1つはケンタッキー州最高裁判所、残りは地方税の課税率が適用され、 地方税には地方課税団体の税率と住民投票によって決められた税率とがある。固定資産は市場価格で100%評価され、資産は12月31日付のものである。資産税はかつて州と地方政府の主要財源だったが、現在ではケンタッキー州の一般会計の約6%に過ぎない。2006年1月1日まで、 毎年納税者が所有する無形資産にも課税されていた。これは会員法案第272で撤廃された。無形資産は価値があるとされる資産あるいは投資、さらには価値を生む権利からなっていた。例えば、債券手形、小売買い戻し契約、売掛金勘定、信託金、不動産販売の拘束力ある契約、現金、 貸金庫の現金、年金、不動産の利潤、株主に対する貸金、およびコマーシャルペーパーなどが含まれた。ケンタッキー州政府は、南部の心の温かさという概念に基づいて、州内により多くの人々を引き付けようと期待し、こんなに有効的というスローガンを提唱していた。 この動きは失敗も成功にもならなかった。このスローガンは南部の価値を強調しようと意図されたが、州民はそれが陳腐で非効率だと考えて拒否した。このスローガンでは観光客を増やさないし、期待通りに行かないこともすぐに分かった。州政府はケンタッキー州全体を表し、さらにブルーグラス地域への観光を奨励する別のスローガンを作ろうと決めた。 元州知事のアーニー・フレッチャーは、包括的なブランド化キャンペーンをはじめ、州の広告予算である1200ないし1400万ドルを効果的に使おうと考えた。その結果で生まれた自由奔放な精神ブランドが、ケンタッキー州を本拠にする広告宣伝会社であるニューウエストとの50万ドルの契約で生み出された。フレッチャー政権は公共及び、 民間部門でこのブランドを積極的に売り出した。その時以降、宗教地域にあるケンタッキー州にようこそという看板に自由奔放な精神が加えられるようになった。延長464マイルのケンタッキー州道80号線は州内最長の道路である。写真はサマセットの西州内を5本の週間高速道路が通っている。 週刊高速道路75号線、道71号線、道64号線、道65号線、道24号線である。これには9本のパークウェイと3本のバイパス路が加わる。パークウェイは有料道路として建設されたが、2006年11月22日、州知事アーニー・フレッチャーが最後まで残っていた有料道路であるウィリアム・ウェイチ。 ナッチャーパークウェイとオーディボンパークウェイの料金徴収を止めさせた。料金所は解体された。この有料道路の終了は予定より7ヶ月ほど先行して行われ、州内交通の発展を促すものとして行為が得られていた。2007年、州内の週間高速道路で最高速度制限を65マイル、時から70マイル、時に上げる法が執行された。州内主要都市には、 グレーハウンドのバス便が運行されている。ケンタッキー側にかかるハイブリッジ、長さ343メートル、高さ84メートルで1877年に完成した時は、世界で最も高い鉄道橋だった全国的な旅客鉄道体系の会社であるアムトラックが、アシュランド、サウスポーツマス、メイズビル、フルトンに停車駅を持っている。列車のカーディナル号として呼ぶ。 ニューオーリンズ号が運行されている。北部ではシンシナティ美術館ユニオン駅でカーディナル号を利用できる。この美術館はオハイオ川を渡ったシンシナティ市にある。2004年時点で州内には総延長2640マイルの路線があり、その約65%は CSX トランスポーテーションが運行している。石炭が最大量の貨物であり、 積載量で76%、搬送量で61%になる。バーズタウンはマイオールド、ケンタッキーディナートレーンと呼ぶ観光列車を運行している。1987年に CSX から購入した全長20マイルの路線である。乗客はバーズタウンからライムストーンスプリングスを往復する2時間半の間に4コースの食事を楽しむことができる。 近くのニューヘイブンには、ケンタッキー鉄道博物館がある。州内の他の地域では、配線跡を使った、レールトレイルプロジェクトがある。ルイビルのビッグフォー橋などである。これが完成すれば、世界でも2番目に長い歩行者のみの橋になる。世界最長の歩行者橋は、ニューポートとシンシナティュをつなぐニューポートサウスバンク橋で、あり、パープルピープル橋とも呼ばれている。 州内の主要空港としては、ルイビル国際空港、シンシナティノーザンケンタッキー国際空港、レキシントンのブルーグラス空港がある。ルイビル国際空港には、ユナイテッドパーセル社の国際的な仕分けハブ施設である、ワールドポートがある。州内には他にも多くの地域空港がある。2006年8月27日、 レキシントンのブルーグラス空港で、コムエアー5191便のボンバルディア、カナダリージョナルジェット機が墜落し、乗客47人、乗員2人が死亡した。唯一の生存者は、副操縦士のジェームズ・ポール・インクだったが、医師の診断では脳に損傷を負っており、事故のことを全く思い出せていない。ルイビルポートランド運河で石炭を運ぶ橋家。 オハイオ川で唯一人口の部分である、ケンタッキー州は北、アメリカでも大きな河川二つに接しているので、昔から水運がその経済の重要な部分を果たしてきた。19世紀にルイビルは蒸気船の使用港だった。今日、州内水路の端気は大半が石炭を積んでおり、東部と西部の丹田から積み出されている。そのほぼ半分はオハイオ川直近にある多くの発電所で使われ、 残りは日本など他国に輸出されている。ケンタッキー州内、あるいは隣接する国内最大級の港には以下のようなものがある。州内の港での取扱い量では全米第10位である。オハイオ川の全長で唯一自然の障害となっているのがルイビル中心街の西にあるオハイオ滝である。ケンタッキー大学、州内の機関大学、ルイビル大学、 都市型研究大学ケンタッキー州には8校の公立4年生大学がある。2つの系列があり、ケンタッキー大学とルイビル大学という研究型大学と他の6校が作る地域重視大学網である。地域重視大学では東ケンタッキー大学の林学、西ケンタッキー大学の洞窟管理のように地域に根ざした学問がある。ただし、教科の大半は他の大学と ほとんど変わらない。ケンタッキー大学とルイビル大学は、大学ランキングや入学者偏差値でも高い位置を維持しているが、地域大学には、全国的に認められた学部がいくつかあるだけである。例えば西ケンタッキー大学には、ジャーナリズム学部、モアヘッド州立大学には、国内でも唯一の宇宙科学部がある。ケンタッキー大学が、機関大学であり、公有うう地対応大学でもある。 州内各軍には農事相談事業を行っている。医学の分野では、ケンタッキー大学が州東部の医学全般を扱い、ルイビル大学は西部を扱うという役割分担を行っている。州内に16校ある公立2年生カレッジは、1997年に中東語教育改革法が成立してから、ケンタッキー州コミュニティ、技術カレッジシステムが管理している。 この法ができる以前は、ケンタッキー大学が管理していた。レキシントンにあるトランシルベニア大学は、1780年に設立されたアルゲニー山脈より西では、最古の大学である。教養系大学であり、国内ランキングでも常に上位に位置している。ベルアカレッジは、ブルーグラス地域の最南端、カンバーランド高原の麓にあり、1855年の、 設立当初から黒人と白人双方の入学を認めたことでアメリカ合衆国南部では初の大学となった。この件については1908年にベレアカレッジ対ケンタッキー州事件として異議申し立てがありアメリカ合衆国最高裁判所判決で勝訴した。この判決は1954年にブラウン対教育委員会事件判決が出るまで ベレアカレッジを実質的に人種差別するものにさせていた。私立公立コミュニティカレッジ州内には174の教育学区と1233校の公立学校がある。2010年から2011年の学校年度で公立学校に通っている児童生徒数は64万7827人だった。最近20年間で州内の教育改革が進んできた。 1989年、ケンタッキー州最高裁判所は、州の教育体系が違憲状態にあると裁定した。これに議会が反応して、翌年には教育改革法を成立させた。数年間で改革が進んだが、多くのものは、さらなる改革が必要だということで合意した。バッファロートレイス上流所ケンタッキー州の文化は、 南部のものであると考えられがちであるが、特定地域では、中西部やアパラチア産脈地方の影響も受けて、特徴あるものになっている。バーボンウィスキーの上流、タバコ、競馬、カレッジバスケットボールで知られている。先祖を見れば、アップランドサウスに類似している。19世紀には、かなりの数のドイツ人移民が入ってきており、中西部や、オハイオカー沿いのルイビル、コビントン、 ニューポートなどに入植した。ドイツ人移民を先祖に持つ州民の人口比率では、南部州の中でメリーランド州、デラウェア州、ウェストバージニア州に次いで第4位である。その数字はアーカンソー州やバージニア州のものに近い。スコットランド系、イングランド系、スコットランドアイルランド系アメリカ人もケンタッキー州の文化に大きな影響を与えており、州全体に分布している。 19世紀のケンタッキー州は奴隷州であり、黒人が人口の4分の1以上になっていた。しかし、弁化のプランテーションがなかったので、他の奴隷州ほどその比率は上がらなかった。現在は人口の8%足らずが黒人であり、現代のブラックベルトには含まれない。ただし、州中央部と西部にはそこそこの人口がいる。ケンタッキー州は南北戦争後に、 大半の公共の場で人種差別を行う事務苦労体系を採用したが、ディープサウスの各州ほどアフリカ系アメリカ人を差別したことはなく、1954年のブラウン対教育委員会事件判決以後は平和的に学校での人種差別を撤廃した。あとの1966年には南部州で初の公民権法を成立させた。オールドルイビル、アメリカ合衆国でも、 最大のビクトリア様式歴史地区競馬のビッグレースであるケンタッキーダービーに先立ってルイビル市では2週間のダービーフェスティバルが開催されるルイビル市ではケンタッキー州祭ケンタッキー州シェイクスピア祭サザンオスペルのハイライトである全国カルテット大会も開催される州内第三の都市ボーリンググリーンでは世界で唯一シボレー・コルベットを組み立てる工場があり 1994年に全国コルベット博物館を開館した。第4の都市、オーエンズボロでは、世界のバーベキューの首都というニックネームに箔をつけるべく、毎年国際バービー救祭を開催している。ビクトリア様式建築を要することで、国内最大、世界でも、第3位の歴史保存地区であるオールドルイビルは、国内最大の屋外アートショーである。 セントジェームズ・コート・アートショーを開催している。この地区は1883年から1887年までサザン・エクスポジションが開催されており、この時初めてトーマス・エジソンの電球が公開された。またアリス・ヒー・ガン・ライスの小説、キャベツ畑のウィックス・プジニア、ファウンテン・フォックスの漫画、トゥーナー・ビル・トローリーの舞台となった。 エイブラハム・リンカーンの生誕地であるホジェンビルでは毎年リンカーンでの祝祭があり、また2008年2月にはリンカーン生誕200周年全国祭の出発点となった。バーズタウンはケンタッキーバーボン祭でバーボンウィスキー主要生産地としての歴史を祝っている。グラス号はスコットランドのグラス号で開催されるハイランドゲームズのケンタッキー版を開催して本家の真似をしている。 スタージスはサウスダコタ州で毎年開催されるスタージスモーターサイクルラリーのミニバンであるリトルサージスを開催している。小さな町であるベントンの住人はお気に入りのスイートポテトに敬意を払いジャガイモの日を開催している。グレーソン郡のクラークソンではクラークソンハニーフェストを祝うことで養蜂産業との結びつきを祝っている。 毎年9月の最終週木曜から土曜にかけて開催され、ケンタッキー州の公式蜂蜜祭りにもなっている。レンフロバレーには、レンフロバレー娯楽センターとケンタッキー州音楽の殿堂があり、1980年代後半には、ケンタッキー州議会から、ケンタッキー州カントリーミュージックの首都という称号を与えられた。 レンフロバレーバーンダンスはその音楽の伝統が1939年に始まった場所であり、レッドフォリー、ホーマージェトロ、リリー・メイ・レッドフォードと最初のクーン・クリーク・ガールズ、マーサ・カーソンなど、カントリー・ミュージックで名を上げたミュージシャンが長年そこの固定メンバーとして、公演を行ってきた。レンフロバレー・ギャザリンというラジオ番組は、全米で、 連続的に放送されているものとして2番目の古さを誇るものになった。地元ラジオ局である WRVK が制作し、全米とカナダ200曲近くで中継されている。アメリカ国道23号線、カントリーミュージックハイウェイ博物館、ペインズビルにあり、東ケンタッキー州のミュージシャンにとっての本拠地になっているコンテンポラリー、クリスチャンミュージックのスター。 スティーブン・カーティス・チャップマンは、パデューカの生まれであり、ロックの殿堂入りした、エバリー・ブラザースは、兄のドンが生まれたミューレンバーグ軍との結びつきが強い。ルイビルのミルドレッドヒルとパティ・ヒルの姉妹は、1893年に、ハッピーバースデー・トゥーユーを作曲したとされており、ジョンソン軍のロレッタリン、バックストリート・ボーイズのブライアン・リットレルと、ケビン・リチャードソン、 フラットウッズのビリー・レイ・サイラスもケンタッキー州の出身である。ケンタッキー州音楽の真相は特徴的なブルーグラス音楽にある。ブルーグラスの父、ビル・モンローがオハイロ軍の小さな町ローザインで生まれた。リッキー・スカグス、キース・ウィットリー、デイビッド・ストリング・ビーン、エイクマン、ルイス・マーシャル・グランパ、ジョーンズ、ソニー・オズボーンとボビー・オズボーン、サム・ブッシュらがすべて ケンタッキー州出身である。オーエンズボロには国際ブルーグラス音楽博物館があり、毎年歴シントンではブルーグラスの祭りが開催されている。ジャズの分野では著名なパイオニアであるライオネル・ハンプトンが出身者である。ブルースの伝説的存在である W.C. ハンディア、リズムブルースの歌手ウィルソン・ピケットもかなりの期間をケンタッキー州で過ごした。リズム ブルースのグループであるミッドナイトスターやヒップホップのグループであるナッピールーツはどちらも州内で結成されザ・ケンタッキー・ヘッドハンターズ、モンゴメリー・ジェントリーとハーフウェイ・トゥ・ハザード、ザ・ジャッツ、さらにはダブ賞を受賞したクリスチャンのグループであるオーディオ・アドレナリン、ブライドがいる。ヘビーロックのバンドブラック・ストーン・チェリーは田園部のエドモントンの出身でありインディロックのバンド マイモーニングジャケットはリードボーカルでギター奏者のジム・ジェームズがルイビルの生まれである。ロックバンドのケージ・ジ・エレファンドもボーリング・グリーン出身である。ブルー・グラスのグループドリフトウッドとケンタッキー・レイン。また、ポップバンドの98デグリーズのニック・ラシーもケンタッキー州出身である。州東部ではオールドタイムミュージックが昔のアパラチア山脈地方で発展した民謡の 伝統を受け継いでいる。ホットブラウンケンタッキー料理は概して伝統的な南部料理に似ているが、一部の地域では南部と中西部の要素を合わせたものになっている。ケンタッキーのオリジナル料理がホットブラウンであり、通常はトースト、七面鳥、ベーコン、トマトとモルネーソースのトッピングという順序に重ねられる。ルイビルのブラウンホテルで開発された。ルイビルのペンデニスクラブは、 オールドファッションドカクテルの発祥地である。また、州西部は独特のバーベキューで知られる。ハーランド・サンダースがノースコービンにある店で、ケンタッキーフライドチキンを始めた。ただし、KFC 最初のフランチャイズ店は、ユタ州サウス・ソルトレークにある。マイナーリーグ野球チーム、カレッジ、バスケットボールユナイテッド・インドア・フットボールチーム、陸軍刑務所のあるホートノックスには、 連邦政府の財源でもある、政府所有の金塊が、インゴットの形で保管されている。あ行か行作業帯域な行派行ま行や行ら行、研究所特化分野の研究。ありがとうございます。